はい、レオンテナルです。ブンブンジャー関連の玩具が一気に発売され、ブンブンカーとしては4アイテム同時に来ましたね。デラックスブンブンショベル、ブンブンパトカー1、ブンブンパトカー2、ブンブンドーザーと。最新話でもブンブンパトカー1、2が登場して、早速ブンブンジャーロボポリスになっておりましたが、そのセット版っていうのも出ましたね。デラックスブンブンポリスセット。でもだいぶ、パッケージコンパクトなんだよな。これが値引きありで2800円ぐらいで買えて、単体の方は値引きありで1380円とか、それくらいで、あとはブンブンジャーロボビルダー。おそらくこれはオレンジ加入と同時に登場しそうな感じはあるけど、ブンブンビルダーセットも来ましたね。ショベルとドーザーがセットになってるやつ。なので、単体で買ってもセットで買ってもどっちでもいいって仕様になってるんだけど、とりあえず細かくはさ、また最新話放送後に出すから、一旦新アイテムのこの4つ全部開けていいっすか。フォームチェンジさせたい。だって今回顔が思いっきり変わるんだよね。どういう仕組みで顔が変わるんだろう。でこっちのブンブンパトカー2は二丁拳銃になってましたけど、二丁拳銃をさ本編通り足元に収納できるかとか、その辺が気になるのと、でビルダーのこっちがショベルのブンブンカーと、うい、おー、本当にザ働く車で、もう一個がブルドーザーで、単体セット版合わせて細かいこと言うと6アイテムが一気に発売して全部買ってきたわけだけど、うい、あーかっこいいね。はい、ブルドーザー。あー、やっぱデラックスは情報多くていいな。で、ショベルカー。あー。へー、これアタックモードとかどうなんだろう。あ、パトカーはザ、パトカー的な白黒に、でも海外のパトカーっぽいよね。青赤ランプになってて、パトカー2は護送車だな。デザイン的には。で、全部が、アタックモード変形しますので、セットして、あー、これだけなんだ。前側が開いたで分離すればいいのか。え、お、ん、おー、変わった分離の仕方。グリップあるわ。あ、違う、これずれてこうだ。普通にずらさなくていいんだ。これで二丁拳銃になるんだ。へえ、かっこよ。そして、パトカー1が、タイヤをパンクさせる罠みたいなさ、そんなのに変形しておりましたが、ああ、そうそうそう、これこれ。あ、もう顔が、見えてるほとんど。これで、ああ、なるほど、もうこういう風に、顔が見えてるんだ。さらに、ブンブンドーザー、ああ、上に上がるだけ。これでアタックモードなんだ。で、ショベルは？あ、ショベルのアームが邪魔にならないように、ちゃんと、あ、ちゃんと。え、でもギリギリ。え？ギリギリだな。アタックモード、あー、なんか展開した。これがアタックモードなんだ。どういう状況？一旦まず気になってた合体から行こう。なので、そのブンブンカーの2体外す。で、頭部が元々ある顔を全部ひっくり返すんだよね。なので車の状態にすると、こっからこの状態から差し込む。おー、ここにあれだ、あのアタックモード時に合体する連結パーツがあって、そこにガチャンコするわけ。ほう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 。で、顔を前に、あ、こういう仕組みね。で、警察棒をずらせば、なるほど、ポリスの頭部がこういう風に完成するんだ。なので、これまでの頭部は、ここにあるはあるんだよね。へえ、なるほどな。で、白いラインが外側に来るように、両方の腕に、グリップを持たせてあげれば、はい、これでロボポリスが完成なわけね。で、二丁拳銃の
あ、ちゃんとカチッとロックするわ。攻撃状態が、いや、かっこいいじゃん、普通に。できるわけだ。これがブンブン、ポリスセットね。で、本編だと、銃撃った後に、ここに、マウントしてましたけど、マウントは、できないか。あ、いけるわ。あ、いけるわ。いけるけど、あれだね。こういう角度で、はめたいんだけど、ひっくり返してこうはめる感じだね。へえ、かなりしっかりはまりますね。なので、マウントも、いけるわけだ。オッケーオッケー。頭部面白いなぁ。へえ。これ戻すときは、こうして、ここを、畳んで、ああ、なるほどね。そういうことね。これもグリップ、戻すでしょ。で、どこが連結してたっけ？どうだったっけ？こうか。あ、違う。タイヤが、どういう、こうだ、こうだ、こうだ。こうだ。これすげえ合体だね。で、アタックモードのここを畳むのか。はぁ、あ、はぁ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 。すっごい。見たことない合体。で、合体すると、おー！護送車に戻った。面白ー！じゃあ、こっから、ショベルはこのアタックから、これを、横に、展開。で、さらに、回転からの、向こうに倒すと。そうして、これを出せば、ゴルディオンハンマーみたいになるわけか。なるほどね。いや、ハンマーになるって書いてあったけど、あ、こういう変形なわけね。へえ、やっぱりハンマーアイテムはオレンジになりがちと。パタパタで。おー、気持ちがいい。で、ハンマーになるんだ。こういう風に持つわけね。はい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 。あ、こっち側がガンメタになってる。で、問題はショベルよ。これが顔連結するんだけど、こっから、上にずらす。ほう。から、ひっくり返すと向こう側に。ええー。そうすると、これが顔か。これをこうするんだ。おー、ほんとだ。顔出てきた。これが右肩にあったよね。なので、こうして、こう、こうしてこうか。おー！はい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 。これ、こう、これだってんだ。あ、この辺も外側にするわけね。これで右肩アーマーのパーツになるわけね。なんだけど、こっからブンボット使うんだって、出発の時のブンブンカーがね、ゴーンみたいにやってるあの無言のロボット。ブンボットを立たせると。ほう。で、この状態のまま、え、連結？ここに？ブンボットを？どうやってはめんの？あ、はまったー。ほんとだー。スペースがなくなった。で、この部分に、あ、なるほど。これ連結パーツは右肩なんだ。へえ。なんで、ここに連結するわけじゃなくって、ここに連結するんだ。そうすると顔が、あー、できるわけね。こりゃ面白い。で、これ下げればいいのか。これで、顔が出来上がって、肩アーマーも出来上がり、ゴルディオンハンマーを持たせれば、ブンブンジャーロボビルダーが完成なわけね。こういう風だって、いや、頭部とか、これどうなってんのって思ったけど、あとこの辺、やたらスペースがありそうだなと思いきや、ちゃんと対策してるわ。うーら。ちょっとクラッシャーも強めな、ごつめなデザインになって、へー。顔変わると全然雰囲気違うね。これがロボビルダーだって、またこれは登場しましたら細かくやりたいと思いますけど、肩部分にはまってんだ。で、ここはスペースをなくすためのブンボットがはまる場所になってたんだね。へえ。でもこれなくても極論、うん。あ、見栄え悪。見栄え悪。
あ、こうなると顔が浮いてるだけなんだ。へえ。やっと分かって、いや、ブンボットを使うみたいなこと書いてあったけど、どこにと思ったけど、そういうことね。でもこれ結構複雑な変形するような、戻しどうだったっけみたいな。こう、あ、じゃあ、え、どうだったっけ、こうか。で、こうして、こうして、こうか。そうすると、おー、戻った、戻った、戻った。なるほどね。ショベルカーは若干複雑だな。こっちは簡単だけど、ひっくり返して、これで OK だもんね。おー。ということで、これが新しいブンブンカーシリーズの遊び方になりますので、また詳しい動画アップしたいと思います。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画&一気に発売したブンブンカーで遊んでみたの動画でした。